標津町では毎年標津漁協秋鮭定置網部会が町民に秋鮭を無料で提供しています。午前6時過ぎから水揚げされたばかりの新鮮な秋鮭を乗せたトラックが町内を回り、漁協の担当者がビニール袋などを持参した町民に1匹ずつ手渡しました。今年の秋鮭は大ぶりで、提供した多くが4キロ以上だということです。取れないのにこうやっていただくなんて本当にありがたいと思います。どうやって今日食べようかなと思って。いや今日はね、バタ焼きですね。ちゃんちゃん焼きもやろうと思ってます。本当にありがとうございます。秋鮭は町内のおよそ2300個に配布されます。